12月1日土曜日、グランドソウルカフェガンズでライブを行う池田聡でモノクロームヴィーナス。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。いい夫婦の日ですよ。ああそういうこと、はい、うん、この日に入籍する方は結構な数多いそうですよ。あそう、そしてですね、ナンバーも車のナンバーもいい夫婦が結構多いんです。なるほど。それ何アピール？わからないそれがどういうこと、はい、と思ってね、はい、でそのでいい夫婦って、まあ、パッと気がつく人はいいですけど、うん、気がつかずに、まあ、いろんな昨今の何ですか、不倫事情っていうんですか、うんうん、あまりよろしくないこと、うん、でそれを見た時にちょっとがっくりくるカップルもいるのかなと。いい夫婦ってさ、自分たちが決める定義じゃなくない？ねえ、ね、いい夫婦、ね、いやそりゃそうです。僕らはいい夫婦ですから。うわ、仮面かぶってるって感じするけどねいい夫婦、いい夫婦って何なんだろう。お互いのことを尊重、まあそれでも普通のことじゃん、結婚する、うん、今日もね、なんかラジオで言ってましたけれども、あの結婚式で神様の前で、うん、そして大衆の面前で、はい、愛を誓う、うん、愛を誓うんですよ。はい、すげえことですよすごいでしょ、うん、愛を どう見せていいかわからないものを、うん、誓うっていう、
ね。ねえ、はい、だからといって結婚を否定はしませんが、うん、しないけれども、あ、世の中ってなかなかこう言葉で言い表せないことを誓わなくちゃいけない瞬間っていうのね。あ、確かにね、うん、だってこれから先10年15年20年が保証されるわけじゃないじゃん、はい、まあそれはそうです、うん、私だったら多分、いや誓いはちょっとっていうかもしれない、ね、うん、今のところは大丈夫ですよみたいな、うん、それはどう変化するかわからないです。でも今のが本音でしょうね。だよね、だって人間なもの、うん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 、いい時もあれば悪い時もある、悪い時もある、そこをこう乗り越えるのが一人か二人かっていう違いで15年20年変わってくるんじゃないでしょうか ね、大丈夫ですかね、あのラジオ的に、はい、大丈夫ですか。基本はでも私たちはラブ&ピースです、はい、あ、でもね、ラブと言ってもやっぱりあのな、あの人に優しくっていうような意味合いでの愛です、人間愛という、ね、そうだからね、やっぱりね、愛っていうより慈しみの心の方が大事なんじゃないかなっていう、独身の私が言うのこれかに、うん、私も独身です、ね、僕も独身、はい、ちゃうちゃう、僕既婚じゃ既婚思い出す、危ない危ない、これまた家の方が聞いてると 大問題になる場合がある。進めていただけますか。はい、はい、ライブパーソナリティ岩川さんと MC ブザイと、そしてジュンです。以上のメンバーでレディオビングスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 084-920-8765 084-920-8765、 ミュージックビンゴスタートです。このコーナーは私シンガージュンがチョイスした懐かしい曲を歌っちゃうコーナーです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日は本当に懐かしいです。はい、1974年発売。うん、はい。これバンドでするとめっちゃかっこいいですよね。もうまるっきりソウルっていうんですかね。モロック色もあるし、うん、もうかっこいい曲です。めっちゃかっこいい。和田アキ子さんの一曲、古い日記なんですが、うん、はい、こちら私初めて練習して歌ったじゃないですかね、うんうんうん、なんとなくその和田アキ子さんの曲って声量がないとダメ、うん、ちょっと低い声が出ないとダメっていう自分の中の定義があったので、うん、ちょっとこう踏み出すのに勇気がいった一曲なんですけども、うん、私の中ではご幼少の頃、うん、アッコにお任せ、うん、ありましたね、はい、あのイメージしかないもんですから、うん、歌を歌っていらっしゃる方というのが私の中では演歌の方しかなかったので、うんうん、歌を歌ってると知った時にはすごくびっくりしました。あ、なるほどね、はい、しかも共演なさってる吉村さんがモノマネなさってたじゃないですか、うんうんうん、まあ、あれが強烈な印象で、そうそう、あれで一人歩きしてる感じだよね、はい、フレーズが。だからそんなにね、実際曲の中でね、はっはっとはね言ってないんです。そんなにね言ってないんです、はいはい、言いません、はい、っていうのがあの自分の心が乗った時にだけ、うん、その日のライブのその日の気分の時だけ入れるという定義があるらしいんですけども、うんうんうん、一応お手本になさったのはスティービー・ワンダーさん、大好きな、なるほどね、はい、なるほど、あの方をこうお手本になさったそうなんですけども、歯が意外に難しい、うん、本当に難しいです。ダララダララ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 、この音からの歯をどの音階で言うのか、歯、うん、っていうんですかね、あそこのちょっとすごんだ声っていうのが、うん、とても難しかったなという印象があるんですけども、はいはいはい、ライブではお客様が常に歯を言ってくださるので、なるほどね、本人は言う必要がないという、うん、まあでもあの歌手としてあの割とこうバラエティに早い時期から、うん、いろんなところで出ておられましたからね、はい、ね、歯に気に着せぬ、うん、千田光雄と一緒に出てる番組ありましたね、土曜日の噂のチャンネル、噂のチャンネル、ええ、この時にあのいけねえいけねえもういけねえ有名だね、これ誰あれ千田光雄が言ってたんですかね、千田光雄言ってました、ね、いけねえいけねえもういけねえねデストロイヤー出てきて、ね、あ、デストロイヤー出てきた、タモリがまだもう本当に若手で出てた、タモリさんが若手、そうです、若手だから僕らが小学校くらいでその時に4カ国麻雀とかっていうのをその番組でやってて、
抜群に面白かった。タモリのあのサングラスが半分あの透明っていうね。眼帯時代の、あ、そうそう、眼帯時代ですね。僕もそれでタモリを知って、深夜ラジオにハマるようになりました。歴史があります。ぜひ皆さん YouTube で噂のチャンネル、今では多分ね放送できない内容もでしょうね内容だったと思います。じゃあもう歴史の中にアッコ姉さんありということで。いや、アッコ姉さんありです。若い時のアッコ姉さんですか。多分20代ぐらいじゃないです。お名前ですよね、綺麗ですよね。綺麗な方、はいはい、でもつけまつげは当時から長かったです。今度真似してみたいと思いますということで本日はこちらをお届けします。古い日記。あの頃は二人ともなぜかしら世間には素直ない暮らし方、時の小さな後で、あの頃は二人ともなぜかしら若さらと無駄にして眠らしてた時の体を寄せ合って、好きなことを愛してることを決して決して言わないで、コーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ一を知って十知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、ジャズをおもちゃにふざけ合う大人たちの魅力、ザ・ショッキング特集。はい、知ってしまったら気になって気になって仕方がないバンド、それがザ・ショッキング。ライブに行ったら一発で好きになってしまうバンド、それがザ・ショッキング。ついについにザ・ショッキング特集の最終回でございます。今日はですね、
ザ・ショッキングのたっぷりご紹介してきた引き出しの多さの決定版的なお話、もしも誰それが誰それの曲をやる歌うとこうなりますよ、もしもザ・キング・オブ・プラネッツが西城秀樹の曲を演奏するとこうなりますよ、そんなお話でございます。もしもサッチモの愛称で親しまれたルイ・アームストロングがカーペンターズの美しい旋律、そんな曲を歌うとこうなりますよという感動の一曲に仕上がったものをご用意いたしました。まるでオリジナルだけがバンドじゃないよと教えてくれてるような、そんな気がします。かっこいいの定義、かっこいいとはこういうことなんだなと、感じる一曲です。その前にツアーのご紹介でございます。そんなザ・ショッキングの、秋の全国ツアーに福山も加わっているという、その福山の日程を申し上げます。いよいよ3日後です。明日、明後日、しあさってでございます。25日の日曜日20時スタート、グランドソウルカフェガンズにおいて行われます。メンバーはレギュラーの正式メンバーの5名に加えて、サポートメンバーのギターとピアノも入るという、いわゆる東京とか大阪とか大都市でやっている7人編成。これはどういうことかと言いますと、もうめちゃめちゃとびきりスペシャルな体制を整えて福山でライブをします。きっぱり彼らはそう言ってます。ぜひジャズに軸足を置きながらもエンターテイメント性の高いライブ、これを体験していただきたいと思います。それではそろそろ曲をお送りいたしましょう。ルイ・アームストロングのカバーアルバム Go to the Satchmo World よりザ・ショッキングで Close to You、できることでしたら音量大にしてじっくり噛み締めてお聞きください。それではまた、 MC ブサイクでございました。 Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to beCrossed to you. Why do stars roll down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the daysYou were born and you got together, decide to create dreams come true. So respect the moon that's in your hair, golden starlight in your eyes are blue. That is why all the girls in town follow youAll around, just like me, they long to be close to you. Decide to create dreams come true. Split the sun, split the moon, this in your hair, the golden starlight in your eyes, the blue. Whoa, yeah. That is why all the girls in town follow you. Follow alongLike me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you.
Thursday. Just like me, they want to be close to you, yeah. Just like me, they want to be close to you.清兵衛の鎮守の森のお祭り林のミニミニコーナーやってまいりました。寒くなりましたね。やっぱしお鍋が恋しい、そんな季節になってまいりました。さあ、いよいよ今週24日土曜日に迫ってまいりました、この番組の公開録音音楽ライブということで、本日はお祭り直前祭り、いよいよ今週土曜日、グランドソウルカフェガンズで11月24日土曜日ですね、午後7時半からこの番組の第3回目となる公開録音音楽イベント、鎮守の森のお祭り囃子オンライブ開催です。今回はね、ご紹介しているように昭和ボーイズ昭和ガールズにも懐かしいフォーク&ロックJ-POP 大特集、詰め込み詰め込みみたいな感じで、ゲストはですね、佐藤清兵衛&フレンズということで、ギタリストで音楽プロデューサーの加藤健一さん、そして、この番曲のゴーゴービビンゴキャスター高橋秀俊さん、そして女性ユニットマスケチャことマスタード&ケチャップ、メンバーはおはようときめきタイムイブニングステーションキャスターの高尾恵里さんと FM ビンガのスーパー女性スタッフ長岡かなえさん、マスケチャでございますね。楽しい、普段聞けないおしゃべり、そして懐かし音楽で楽しい時間を過ごしたいと思います。とにかくみんなでワイ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 、そんな楽しい時間になればと思います。11月24日午後7時半からグランドソウルカフェガンズ、入場料は前売り当日とも2000円となっております。ライブではね、清兵衛のオリジナルソングもいくつかご紹介しようと思ってるんですけども、ま、元気の出る歌、笑える歌、そんな歌をお届けしたいと思っております。ところで、最近の同窓会で困るのはですね、この年になると相手がどうしても思い出せないくらい、そんなに相手が大変化している、まあこっちも大変化してるんでございますけどもね、昭和ボーイズ昭和ガールズ同窓会のあるあるソングなんでございます。ポール・マッカートニー Come on to me のリスペクトソング、佐藤清兵衛同窓会へほい行こうぜほいよちゃんと同窓会で出会った、100回見てもわからなかったが、ガーッと笑って叩かれたらわかった、両者は人の弁当をあの頃勝手に食べてた、今日も俺が頼んだ揚げ出し豆腐勝手に食べてた、行こうぜ同窓会行こうぜ、はいはい、おいおい行こうぜ一緒に行こうぜ、はいはい、京子は子供の頃から色っぽいお姉さんみたいだって、今日見るとおいらのおふくろそっくりだった、
昔より髪の毛が増えてた。松代は大金持ちになって笑顔が気持ち悪くなってた。総一は最後まで今日も丁寧言葉だった。アンナは最近になってそれがやっと普通の名前に思えてきた。行こうぜ一緒に、行こうぜ、はいはい、はい、行こうぜ一緒に、行こうぜ、はい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 はい。さあ今週土曜日にいよいよ迫ってまいりました鎮守森のお祭り林オンライブミュージックという形でですね、土曜日24日グランドソウルカフェガンズで7時半ぜひお会いいたしましょう。できたらこの番組のメインキャスタープロデューサーのガンちゃんにもプロのドラムを叩いてほしいなと思うんでございますけども、叩いていただけますでしょうか。さあ土曜日皆さんと楽しくお会いいたしましょう。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り囃子でございました。ミュージックビンゴ今夜もまだまだ続いております。太鼓あるから叩いてみようか、一人だけならお恥ずかしいけど、みんないるから心強いでしょう、心地よくなると。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。本日は11月の25日日曜日、グランドソウルカフェガンズでライブを行うザ・ショッキング総集編ということで、今日はショッキングオンパレードでご紹介したいと思います。ジャズをおもちゃにふざけ合うザ・ショッキング、わがままな大人によるバンド、飽きのこないステージをモットーに、ジャズがポピュラー音楽だった頃のジャズを目指して掴み合うこと20年、いい加減誰か気づいてくださいとプロフィールには書いておりますけれども、ここでメンバーをご紹介したいと思います。まずはですね、ボーカルの水原雅さんなんですけれども、和歌山県出身、地元のライブハウスで店員として働く傍ら、音楽活動をスタートしたんですけれども、東京から来たバンドのツアーバスに飛び乗って無一文で東京に上京しまして、バンド界のわらしべ長者と呼ばれておりますけれども、まだ反物には達成できてないそうです。ワイルドなブルースフィーリングとあふれるユーモアでザ・ショッキングを牽引しております。おしゃべりも非常に楽しく、笑いの絶えないライブ、本当にこれがエンターテインメントという形になっております。そしてベーシスト岩川美音人さんなんですけれども、タイ王国バンコクでお生まれになったそうです。で、帰国後ですね、ウッドベースですね、アコースティックベースでジャズを始めて、ビッグバンドのコンサートマスターなどを務めて、いろいろとレーベルなども経てですね、ショッキングの、昭和初期図のメンバーとして活動を始めたということです。1999年に水原雅さんと出会っていくつかのバンドを結成し、そしてですね、いろいろ現在までにジルデコイアソシエーション、宇崎竜道さんほか、いろいろな活動もしております。そして佐久間亮さんなんですけれども、3歳から高校3年まで熱心に水泳をされてたそうなんですけれども、小学校5年生からドラムを始めて、大学中はですね、大学在学中はビッグバンドなどにも傾倒し、いろいろとですね、オーケストラの早稲田大学のハイソサイティオーケストラにも所属と、いろいろなコンテストに出場して数々を受賞されてるんですけども、卒業後はですね、いろいろとプロ活動に転向いたしましてですね、現在までに宇崎竜道さんであったり、岩木浩一さん、鳥羽一郎さん、ジャズ演歌関係なくロック関係なくですね、いろいろと経験されております。そしてテナサックスの永野二郎さんなんですけれども、中学校ぐらいからサックスを始めて、バークリー音楽大学を卒業と、
留学しまして帰国後プロとして活動、まあ1999年初期初期図昭和ショッキングのね全身バンドから始めて現在までにですね、ムーンライダースであったり宇崎竜童さんボニーピンクであったりいろいろなところでですね活動しとるんですけれども、2013年にはクインシー・ジョーンズ、まあアメリカのジャズ界の名プロデューサーですけれども、彼の80歳記念バンドのメンバーとしても東京公演で参加したそうです。そしてトランペットの上石修さんなんですけれども、まあ大学在学中からプロとして活動を始めて、その後にビンゴボンゴ、真心ブラザーズなど本セクションとして参加、様々なジャズのコンボやビッグバンドなどでも活動、まあ僕が知ってるところではですね、アースウィンド&ファイターズというね、まあこれ知ってる方は知ってると思うんですけどね、などに参加したりとか、ユズであったりとか、ビーズ、スキマスイッチ、広末涼子、まあなどなど、レコーディングなどでも参加しております。そして、11月25日はですね、ピアニストのフーミンさん、そしてギタリストの三上さんとサポートメンバーも加えてライブを展開いたします。それではここで6曲をお届けしたいと思います。アルバムシナトランから I've got you under my skin、 そしてハロー通り、 What a wonderful world、 My way、 ニューヨークステートオブマインド、 My blue heaven、 6曲続けてどうぞ。 I've got you under my skin、 I've got you deep in that hole of meSo deep in my heart that you will ever be. I've got you under my skin. I tried so not to give in, and I said to myself this affair never will go so well. But why should I try this and swim? But I know damn well that I got you under my skin. I said.Fine sing, come on man, for the sake of having you need. Spite of old warning voice, become the zenith. Deep, deep, deep my air. Don't you know, you fool, never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's time and it's just a sort of you make me stop it before I begin. Cause I got you under my skin.For the sake of having you need, spider on water and boys, they come to center. BB, how late in my end. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. Anytime I do, just a sort of you make me stop it before I begin. Cause I got you under my skin. Anytime I do, just a sort of you make me stop it before I beginBecause I got you under my skin. Because I got you under my skin. Hello, darling. This is Royce, darling.It's so nice to have you back when you belong. You looking sweet, darling. I can tell, darling. You're still growing, you're still growing, you're still going strong. I feel the loose when for the band strain. Wanna do old favorite song way back when.Fellows, find a napkin lap.
fellow, darling, never go where you gave. それだけで、ああなんで気づかないんだろう。夢をなくした悲しみに肘をついた。このままじゃまた君に怒られるかな。願ったことと星が騒ぐ。僕は目を閉じて君を思う。夜が明けたら謝ろう。いつも君といたいから泣かない君の優しさと強がりばかり。この僕と愛し愛され生きてゆこう。
And this need, so I face final cutting. My friend, say it clear, state my case, which of serving I live, I love it true. I travel each and every highway and moon, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then you to mention, I did what I have to do, and so it's true without exemption. I drown each shelly coast, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, tell what times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. That's a little, when there was doubt, I laid it up and spit it out. I faced it all, nice to talk, and did it my way. My fair share of losing, and the now still subside, find it all. Like the getaway, take a holiday from a neighborhood. Have a flight to Miami Beach, old Hollywood. Plan on taking a Greyhound on the housing live life. I'm in a New York state of mind. Sit around the movie stars and the fancy cars and the limousine. We are in the lookies and the evergreens. Find all what I need it and don't want to waste more time. I'm in a New York set of mine. It was so easy living. By day, out of touch with the rhythm and blues. And now I need a little if I'm taking New York Times daily news. Come down to reality and it's fine with me, couldn't let it slide. Don't care about the Chinatown, alone Riverside. How long have I been reason? Left them all behind. I'm in a New York state of mind.
really fill my blue heaven. You see a smiling face, fireplace echoes and loom. Little mess don't mess with the Lord's blue. Echoes illume. Little nest, they'll nestle well the roses bloom. Molly and me and a bed next three will happen in my blue heaven. Place echoes and loom. Little nest, the nestle well, the roses bloom. Just mad at me and Beverly Street. Where's the happening in my blue heaven? Well, happening in myランドソウルカフェガンズのザ・ショッキングがやってくる。ジャズをおもちゃにふざけ合う7人組のジャズバンド。11月25日日曜日夜8時スタート。チケット菅波楽器プレイガイド、電話 084-923-6150。 グランドソウルカフェガンズ。ライブインフォメーション and ファックス読む読むレッイエッ。12月1日グランドソウルカフェガンズでライブを行う池田聡でプレイヤー。穏やかな午後の日、街を包む一人の週末には慣れてしまったけど。はい、ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではまずじゅんちゃんいきましょう。はい、11月の25日久井町の文化会館にお邪魔いたします、はい、うん、カラオケの発表会なんですけども、通常は2曲ぐらいしか歌わないんですが、はいはい、なんとこちらエコヒーキしていただきまして、はい、30分歌わせていただきます。それはもうスペシャルゲスト扱いです。本当です、はい、スペゲスです。今日打ち合わせしそんなにお時間いただけるんですか、うん、っていう話をしたところ、うん、十分にやってくださいということで目いっぱい歌わせていただきます、うん、あと翌日なんですが11月の26日月曜日、増田明人先生、健次郎さんの新曲とか、大先生、大先生です、はい、細川たかしさんの、うん、楽曲とか作られてる先生がいらっしゃいます、うん、5時から食べ放題飲み放題で楽しんでいただきまして、はい、7時からライブという形で。割とそういう先生って割と飲み放題が好きな先生多かったりとかするんですけど、うん、増田先生どうなんですか、ね、お酒を好きみたいなんですけどね。うちは基本的に終わった後お足は止めないことにいたしておりますのでね、はい、やる前から飲まれる方もいますけど、ね、それはもうご提供いたします、はい
なるほど。僕 の, あの知り合いのミュージシャンはですね、うん、禁酒をしてたらですね、うん、紙袋茶色い、もうそれこそアメリカでよくあのなんかスーパーで買った時に、はい、果物入れるフランスパンとか突っ込んであるやつ、はい、あの紙袋の中が中に、うん、なんかお酒が入ってて、それを椅子の下に隠してるんですよ、うん、で僕はイベントの時だから、この人何を飲みおてんかな、うん、で、出番が終わった後、ご本人さんトイレ行ってあげて、僕はその紙袋ちょっと見たお酒で、でこれどういうことですか、まあ若かったね、飲んじゃいけんよって約束したじゃないですか。その時にはですね、第2部はですね、楽譜が3段下を引いてました。もうほらね、そういうことになるんですって。カオスです。だからあの、うん、飲んで普段から飲みながら演奏してる方は、まあ、あのいいかどうか、あのアマチュアの方でおられますけども、うん、それが普通だったらそれあの僕は止めません、うん、けど失敗する方は飲んでやっちゃいけません。あ、これはね、あのやっぱ同感です。常々思います。私もそう思います。酒飲みですよ、私も、うん、ですけどお酒を飲んでステージに上がることは一切ないですし、ないです、ね、それはもうね、お金のご提供いただいてるわけですから、自分の力の 300% ぐらいは、はい、でもまあこの辺はですね、アマチュアバンドもやはりあの入場料取って普段されてる人が多いので、うん、まあその辺はまあ皆さんいい感じでお酒と付き合っていただいてという感じになるとは思いますけどね、うん、はい、その松田先生が26日はい、はい、いらっしゃいました。あとね 2,3 人ぐらいでギリなんじゃないかなと思っております。もう早めに、はい、こちら3500円でご提供です。あとは12月の22日、かなさんいらっしゃいます。あ、来ますね。めっちゃかっこいいもん、うん、まあ、あのこの番組でも純ちゃんが歌った忍ばず物語をよく、はい、あの放送しておりますけど、はい、非常にあのパンチ力のあるロックテイストにあふれた、うん、そしてソウルナンバーとしても聴けるような、そうなんです、いろんな要素が盛り込まれた、あの演歌では全くない曲です。はい、うん、もうね、見たら姉子って言いたい感じのかっこいいお姉さんなんです、うんうん、こちらもバンバン予約入っております、はい、増田先生と同じで5時からフリードリンク、うん、フリーフードで、7時からライブという形になっております、はい、こちらも3500円です、うん、お早めに登場。これは早めですね、はい、はい、絶対です。はい、はい、そして MC 武崎さんは、はい、本日の放送が終わってですね、皆さんお風呂に入ったりですね、ご飯食べたりした後おいでてください。ザ・キングオブプラネッツの練習は今週は本日木曜日にございます。そうなんです、ですんですね、うん、我々もこの放送終わってもダッシュで駆けつけなきゃいけないというそういう状況でございます、うん、今週の練習は本日ということで、いつも金曜日と思われている方、間違いないでください。本日木曜日に練習でございます。で、何のための練習かというのはですね、後ほど、ガンさんが大プッシュのご報告あると思うんですけど、12月16日の平熱制やクリスマスのライブに向かっての練習をしますので、もしよかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、そして11月の25日、まあ、今日はスタジオ生ライブの特集込ませていただきました、はい、ザ・ショッキング、まあ、ここはですね、グランドソウルカフェガンズの3周年千秋楽ということで、お届けするんですけども、オープン時間、スタート時間、料金など全然説明してなかったので、ここでちょっと言っておきます。11月の25日日曜日7時半、そして夜の8時スタート、前売りが3500円、当日が4000円、ドリンク代は別途となっております。まあ、チケットをお求めの方は菅波楽器プレイガイド 084-923-6150 084-923-6150、 もしくはですね、グランドソウルカフェガンズをご連絡いただくとご予約の方もできますし、 Facebook でもイベントページがありますので、はい、こちらで参加表明しておいていただきますと、チケットは受付でお渡しすることができますので、はい、一度ならずとも二度三度と、うん、ザ・ショッキングぜひともご覧になっていただきたいなと。私も買った、はい、もう本当にね、往復Z で笑いながらやっぱり楽しく、もうね、うん、目が真剣になっちゃう、ね、どうやってあの声出るのって、ね、うん、あ、そうですね、いろんな声が出せますからね、そう、うん、ぜひともちょっとここは来ていただきたいなと、はいはい、思っております。そして、その12月の16日、はい、平熱クリスマス平熱セイヤーなんですけども、まあ、今年でこれ4回目5回目ぐらいになりますか、5回目でしょう、5回目になるんですよ、うん、まあ、最初から純ちゃんにも手伝っていただいて、ありがとうございます、行っているんですけれども、まあ、今年も純ちゃんコーナーも多彩にありながら例年はスペシャルゲスト徳さんだったりとかお招きしてたのですが、今年はですね、原点に帰って紅白歌合戦に行こうの、うん、行こうじゃないかということで、私たち今非常に難しい純ちゃんからのリクエスト曲を頑張っております。あのね、はい、私的にも難しいんです今年は。いや、難しいと思います。年々、うん、難しいことにチャレンジしていかないと、うん、ね、
老化します。まあ、確かにあのこの時にスキルアップをするっていうこともありますからね、うん、そしてなんとですねあのアコギ番長でおなじみの茅本慎吾さんも歌える権を獲得して、はい、ザ・キング・オブ・プラネッツをバックバンドに従えて、はい、歌います。今年はじゃあ私もコーラス入りましょうかね。どんなことになるのかねどんなことになるのかがね私ねちょっと怖いですけれどもね。でも慎吾兄さん一切ビビらないから、うん、あ全くあのピヨることはないです、ね、はい大丈夫です大丈夫だと思いますけれどもね、はい、勝手練習には来てもらいたい。あそれは来ます来ますそれは来ますよ、はい、来てくるそれは来ると思いますでも、初日も10回練習しても同じテイストです、はい、そこが彼の良さですよね。はい、といった感じで、ぜひともですねこの11月25日そして12月の16日注目していただきたいと思います、はい、この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒にせーのバイバイ。